こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は消費探しは早い者勝ちというお話です。Amazon オーストラリア輸出を始めたら、早めに出品して椅子に座っておいた方がいいです。Amazon のカートを取得するシステムは椅子取りゲームです。でまあ、それどういう仕組みになっているか、どういうことが起こるかということなんですけど、 まあ、アマゾンの販売システムは、早く始めた方が有利だシステムになっている実例を3つ。1つ目、先に販売した人が補充し続けている限り、新規出品者はカートが取れないと。もともとその出品してる人がいて、その人が販売してる。ね、その商品を販売してる。その時、ねえー、新規に出品して、ちょっとぐらい安くして出品しても、なぜか先に出してた人の方が高いのにカート取ってる。 おかしいじゃないか。全然おかしくないです。そういうシステムになってます。二つ目、今までは出品の許可が不要だった商品に出品許可が必要になると。ね、例えばおもちゃ、今まで全然出品許可なんかいらずに出してる人がいます。で出してもね、えー、あんまり考えず出して売れてますから、まあ、そのまま補充し続けて、ポンポンね、えー、仕入れを20倍、40倍で売れる商品見つけてくると。はあ 単純に動く人ってやっぱこういうね行動力あるとこういう商品あっさり見つけてくるんだなとまあ感心しますけどもとにねえおもちゃ普通に何の許可も取らずに売ってますところが今から出品しようとしてね出そうと思ったら許可が必要と出てきてしまったそういうことよくあります結局ね出品者がもう十分になったら問題ない出品者ね 問題を起こさないであろう出品者、あるいはね、アマゾンが欲しいと思っている出品者しか出せなくなるという仕組みになってます。だからね、出品許可どん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 必要な商品増えてきますので、必要になる前に販売しちゃえばね、販売した実績があれば後から出品許可出せっていうのは、まず来ないんで、来ない例がほとんどなんで、えー、許可が不要なうちに出して売っちゃった方がいいと。で、3番目。 今までは簡単に取れた出品許可のハードルが上がる。今度逆にね、逆にというか何というか、じゃ出品許可を取ろうと、ね。じゃ取,取っておこうと。この商品はもう自分は得意分野だし、扱いたいという場合は、は、ま、じ、あ、めはね、出品許可、仕入れのレシートだけで済んだのにね、だん,だん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 厳しくなっていっちゃうと。そんなもん用意できんかいぐらいのね、書類だの出せっていう形になってきたりします。アメリカなんか、 いや、それ許可取れるんでしょうというジャンルがね、いくつもあります。まあ、そんな形でね、もうあんまり考えずに本当どんどん商品出して売っていっちゃった方がめんどくさくなくていいです。せっかく早めに始めたのにね、慎重にいろいろ見ててね、いろいろ見てリストを作った商品がいざ出そうと思ったら、ね、自分が出品したときには許可いらなかったのに。 販売してなかったから、いざ本当に出品しようと思ったときにね、2か月後、3か月後出品しようとしたときには許可が必要になっているということもね、ちょくちょく起こります。まあ、そんな例で、例えばね、今までは許可の不要だったおもちゃ、卸し入れの書類が必要になりました。でこのときどうするか、まあ、例えば卸し入れで、えーまあ、どこをね、本当に卸し入れだっていうのを amazon が認めて、いや、それは卸しじゃないでしょう。 メーカーは、まあ、メーカーで間違いないですけど、アマゾンが認めるおろしっていう基準はわかりません。で、これも当然のことながら、後になればなるほど厳しくなってきます。まあ、多分今のオーストラリアならね、まあ、おろしと、なんかあの、日本語でも英語でも書いてあればおろしって、えー、認められるだろうと思いますので、まあ、とりあえず手軽なところで、えー、スーパーデリバリーに、えー、取引申し込むと。まあ、この時ね、 実店舗かネットショップが必要という基準があります。で実店舗をね、じゃあ作りましょうっていうのはちょっときついですけど、ネットショップは一日で簡単に作れます。しかし、一日で簡単に作れない、人によっては一日で簡単に作れない場合もあります。でその場合、3日、3日あれば作れるかなという場合はね、作った方がいいです。あの扱いたいんだったら作って申し込んだ方がいいです。 でも3日でも作れる気がしないならねもう作る必要ないですそのネットショップ作るのにね1ヶ月とかかけてるんだったら逆に許可が不要な商品をどんどん出品した方がいいです、まあ、すぐにできることしかやらないとそれぐらい割り切って出品した方がオーストラリアアマゾンで稼ぐには効率がいいですもちろん分かんないことを質問してもらうのはいいんですけど えー、難しいね。もう3日で解決しないとかね、えー、いう問題に取り組んでるよりは、えー、もうあの今できることをどんどんやっていっちゃった方がいいんでね、まあ、サポートも当然そういうふうにしてます。でちなみに、えー、先ほどのネットショップの作り方、ね、えー、これ、ヤマトフィナンシャルがね、ショッピングカードの比較を、ね、見やすいのを作ってましたんで、そのリンクを貼っつけておきました。ね、いろんな、えー、サービスがありますで。私はね、ずっとお茶の子ネット使ってたんで、まあ、 有料ですけどおの、お茶の子ネット使ってたんで、まあ、お茶の子ネットを使ってね、ショップを作るという場合にはね、サポートできます。で他のところはね、まあ正直作ったことないんで、まあ、調べ調べサポートなんで大変かなと、まあ、大変といってもね、私が見て簡単にわかんないようなシステムだったらその使いにくいんで、それは載ってないと思いますんで、まあどっかね、 無料でやるならベース。あるいはね、えー、有料でもいいならお茶の子ネット。で、えー、有料でショップを使って、もう将来的にこのジャンルを惚れ込んでんでね、ショップ作って、あの、ショップでも売りたいという場合はね、お茶の子ネットの方がいいです。無料のサービスは基本的にね、えー、いつ終了するかわかんないと。どうルールが変わるかわかんないんでね、えー、稼ぐのには向いてないです。で、そもそも、ね、スーパーデリバリーで、えー、ネットショップ、スーパーデリバリーでおろし、 仕入れをしたいためのネットショップっていうのはね、実際に売れるショップじゃなくても噛まないんで、実際に売れるって意味はね、実際に人を集めて売るわけじゃなくて、形だけ整ってればいいんで、まあ、無料のサイトでもいいです。で、まあ、その程度のものなら1日で作れるとあ。ただ、このサポートの方はね、個別サポートの会員さんはサポートしますけど、マニュアルサポートの会員さんは、まあ、仕入れに関しては、商品選びに関しては、NG か否かのみしかサポート対象じゃないんでね、 このネットショップのサポーターついてませんので、ネットショップどうしても作りたいという場合はね、個別サポートにアップグレードしてください。ただ、ネットショップ、見てすぐ作れないなら作る必要ないです。で、作れないんだなと、ネットショップ大変で作れないなと思ったなら、まあそれ作らずね、許可が不要な商品でどん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 販売していっちゃった方がいいということがありますんで、Amazon の仕組みは早い者勝ち。 でアメリカも初めの頃はすごい甘かったんですけど、今はね、えー、入るのは簡単、ね、始めるのは簡単、でも始めるとすぐに、ね、トラブルが起こってトラブルは解決できないとで。トラブル解決できず退場っていうのがアマゾンのアメリカの状態です。で今、オーストラリアね、入るのは簡単でトラブルもほぼ起こない。 トラブルっていうのはアマゾンに退場させられるとか、そういうトラブルはまず起こらないです。アメリカだったら即一発退場のことをやっても、オーストラリアだったらね、だめですよ、これ直してくださいって連絡来て直しちゃ問題なしというような形になってますので、まず、まあ、せっかくね、そういういい状況の時オーストラリア、アマゾン、えー、参加してますんで、商品を探してどんどん載せていくと。でが 必要なものがあったら、それね、何が必要かを確認して、すぐクリアできるなら、その許可を取っとく。で、クリアするのにね、3日以上かかるんだったら、まあ、それは後回しにして、どんどん、まあ、まずは売る実績を作って商品を探しておくというやり方がおすすめです。まあまあ、これはね、そうは言ってもケースバイケースなんで、自分の場合はどうでしょう、こういうのを扱いたいと、これなら商品見つかりますというのがあったらね、またお気軽にご相談ください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。